という間に最後の曲になります。もう本当に最後の曲になります。今日せっかく皆さん来ていただいたので、最後は思いっきり盛り上がって終わりたいと思います。ソリユケカートを演奏いたした演奏しようと思うんですが、広島市内で生まれ育ってますので、やっぱりカープファンで、今年は新井監督が誕生して本当に楽しみな今年ですね。カープの成績があんまり良くないと、秋以降演奏してもみんなにしょぼんとされるので、オープン前に演奏するのが一番盛り上がる時です。あと優勝がかかってる時とかにこの曲をやると、どこの会場でも大熱唱になります。では1番と2番あります。最後にそれゆけカープを聴いてください。今日はありがとうございました。